今日はフラ・アンジェリコという画家の受胎告知について説明します。フラ・アンジェリコという画家の名前を聞いたことがある人はいるでしょうか。レオナルド・ダ・ヴィンチやラファエロ、ミケランジェロなどが登場したルネサンスよりも前の画家なので、あまり知ってる人はいないかもしれません。絵の感じからしても少しちょっと、昔っぽい、感画風なので、あまり、知っている人は多くないと思います。そんな彼のフラ・アンジェリコという名前は、フラというのが、僧侶という意味で、アンジェリコというのが天使のようなという意味です。なのでフラ・アンジェリコというのは天使のような僧侶という意味があって、これはまあニックネームのようなものです。で、彼は、熱心なキリスト教信者で、修道院に勤めた修道士でした。修道士の傍ら、画家として絵を描くことによって神への信仰を表した、そういう画家です。本当の名前はグイド・ディ・ピエトロと言います。彼は17歳の時にはすでに画家として活動していました。で、20歳を過ぎた頃からキリスト教に入信してドメニコ修道会というところで勤め始めます。いろいろな修道会、まあ教会がありますが、中にはリッチなお金をたくさん持っている、人にそのキリスト教の教えを授けるというところもありますが、そういうところにターゲットを絞っているところもありますが、ドメニコ修道会は貧しい人たちにキリスト教の教えを、与える、そういう、まあ、製品な修道会でした。で、彼はかなり熱心な信仰をしていたので、キリスト教の、宗教画を描くときに、例えば十字架効果などのキリストが痛い思いをした場面、そういう場面を描くと実際に涙をこぼしたそうです。で、その彼のその製品な性格というのは他のところにも現れています。名声や金に興味がなくて、本当に信仰を表すために絵を描いた。で、その神が、フラ・アンジェリコは神が自分に絵を描かせるというふうに信じていたので、自分でどう絵を描こうと考えているのではなくて、神が、どう描くか決めていると考えていたようです。なので、描き直しもしないスタイル、神のおぼし召しによって絵を描くというスタイルを貫いていました。で、その名声に興味がなかったという話として、修道院の長にならないかという話を受けた時も、自分にはもったいないと言って断って、大変名誉であるフィレンツェの大司教の、キリスト教でかなり権力を持つ人ですよね、そういう枝の話を、教皇からもらった時も断りました。それからお金に興味がなかった話として、経済的に力のあった組合から絵の依頼を受けて聖母子像を描いた時も、その時の報酬はすべて修道会に納めています。で、そんな彼が描いた作品の中で最も有名なのが受胎告知です。で、受胎告知というテーマは他の画家もたくさん描いているので聞いたことがあると思いますが、椅子に腰掛けたマリアのところに天使のガブリエルという天使がやってきて、で、あなたのお腹に神の子が宿りましたっていうことを言いに来る、そういう場面を描いた作品です。で、ですが、受胎告知というそのテーマ自体は書かれているその福音書によって若干内容が異なります。マタイによる福音書ではキリストのお父さんヨセフというんですが、つまり聖母マリアの旦那さんの夢に天使が現れて、聖母マリアはもともとその神の子を授かったということを知っていたという体で書かれています。なのでこちらではなくて、ルカによる福音書に基づいてこの受胎告知という絵は描かれました。ルカによる福音書によると、ナザレという土地で天使のガブリエルがマリアの前に現れて受胎を告げる。
で、ヨセフについて、そのマリアの旦那さんについて、何か書かれているということはありません。なので、そのマリアのところにガブリエルが言いに来たルカによる福音書に基づいた、絵だと考えられます。で、現在もこの、マリアが妊娠した日、まあ、そのお告げがあった日は大変おめでたい日として、カトリック教会では3月25日にお告げの祭日と呼ばれて祝われています。で、絵の描写というか絵の内容についてなんですが、中庭のようなところで2人の様子が描かれていますね。で、この閉鎖的な空間というのが、宗教画においてはかなりポイントになってきます。聖母マリアは処女で子供を授かって、で現在から解放された人物です。で、現在というのは悪いことをしようとする心の、まあ心のことで、まあ、進化論を無視してキリスト教的立場で話をすると、最初にアダムとイブという2人の男女が、神から食べるなと言われた知恵の実を食べてしまい、そのせいで、彼らは恥を知りました。で、神を裏切った罰としてアダムとイブはエデンの園から追放されたという話は結構有名ですね。で、そのアダムとイブの子孫であるのが、まあ、私たちということになります。まあ、人類は皆アダムとイブの子孫という、考え方です。で、アダムとイブの子孫である私たちは、同じようにアダムとイブが神を裏切ったという、そういう罰を、罪を背負って生きていくことに なりました。女性はお腹を痛めて子供を産まなきゃいけないし、男性は働かなくてはいけないし、いつかは人間は死ぬっていう運命です。これをキリスト教では現在と言います。しかし、その現在をマリアは、継承せずに子供を授かりました。まあ、神の子が、自然にというか、マリアのお腹の中に宿っていたからです。なので、無限在の御宿りという絵が、ありますが、そういうのはまさにそのマリアを描いたものです。なので、このマリアが処女解体をしたということについては、キリスト教において大変大きな意味があることです。なので、画家はその、大きな意味を何らかの形で描き込みたかったので、描かれるようになったのがこの閉鎖的な空間です。柱や壁を使って、まあ、部屋のように描く、例えば森に、ポツンと2人がいるという感じではなくて、ある程度その建物の中庭のように見える、そういうところで、2人が会っている、そういう閉鎖的な空間を描くことによって、まあ、俗な男女関係とは一線を画した、まあ、聖なる女性、聖母マリアとしての純潔を表そうとしたと考えられます。